ファントム4、ファントム4は、ロールスロイスが、シルバーレース以上の大型車需要に応えて1950年から1956年に製造した乗用自動車である。ファントム3が1939年に製造中止になった後も公用車としての需要は、根強く、1950年7月当時のプリンセスエリザベスのために、 H.J. ミュリナーが仮装を担当し製造されたリムジンを最初に18台が製造された。うち3台はロールスロイスの車内用でフーパー製7人乗り、リムジン、フーパー製、ランドオレット、デリバリーワゴンという名のピックアップトラックであった。残り15台はすべて何らかの形で王室、または国家君主のために製造されたものであり、極めてフォーマルな仕様がほとんどであったが、 H.J. ミュリナーが製造したドロップヘッドクーペが1台ある。裕福な民間人も販売を懇願したが定調に断られた。プリンセス・エリザベスによる第1号車の購入は1900年に当時のプリンス・オブ・ウェールズがデームラーを購入して以来イギリス王室のご両者といえばデームラーに決まっていた伝統を破るものであった。イギリスでは 王室も税金を支払うが、物品税が6 6 3%から33.1%に軽減された直後に発注されたという。エンジンはシルバーレース用の直列6気筒を直列8気筒とした内径ファイ3、インイコール 88.9mm 工程4、インイコール 114.3mm で約 5675cc、圧縮比は6.4。 これは、ロールスロイスの乗用車としては、唯一の直列8気筒エンジン採用車種となっている。最後の3台はボアを3、インイコール9 5 2 5ト、mm、ルに拡大し、約 6515cc としていた。キャブレターは、ストロンバーグ製。トランスミッションは4足 MT で、シルバーレース用のギア比をわずかに変更してある。ホイールベースは、 シルバーレース用を12イン伸長し145インとし補強したもの。後継者はファントム V。ありがとうございます。